これより糸町、11月号バレット食道がんの診断のレビューを行います。小山先生よろしくお願いいたします。先生方こんばんは。今月号の説明をさせていただきます。今月号バレット食道がんの診断ということで、串間先生と春間先生と私と3名で企画させていただきました。じゃあ次お願いいたします。まず下田先生に助説を書いていただきまして、これは国立がんセンターのデータ山田先生にまとめていただきました。でこれは歴史的にですねどういうふうに変わってきたかということとこのヘリクバクターとの関連を見ていただいたんですが、1990年代から2000年代にですね進行食道がんです。バレットの頻度は 0.5 から 2.8% に増加した。やはり少しずつですが増えている。食道学会の全国調査でもですね現在アデノカルチノーマの比率は 3.0% という数字になってますのでよく合います。それから同様にですね胃がんの中で EG ジャンクションのがんの頻度は4から8に増えたと。これやはり増加してきていると。そしてもう一つはこの H パイロリ陰性で萎縮がない胃炎の割合となると、萎縮がない胃炎というのがですねこれやっぱりバレットに非常に多い。それに対して非バレットの接合部がんは割と少ない。やっぱりこの2つには差があるのではないかというような結果が出されています。次お願いいたします。でこれ渡辺源先生新潟大学です。で彼はですねもうとにかくバレットが大好きなんですね。でもこれを見ていただくだけで彼のこのこだわり、これこう放射状にこう切ってるわけですね。こんな切り出しをしてくれる病理の先生というのは非常に少ないと思うんですけど、渡辺先生今日来てらっしゃるかもしれませんがバレット大好きです。でそのバレット大好きな渡辺先生をもってしてもですね病理学的に EG ジャンクションを決めることは極めて難しい。指標は4つございますが、これが全部揃ってるとも限らないしバラバラに出てきますので、なかなかですね病理学的にこう決めるのはまだ難しいという話。綺麗な写真たくさん出ていますのでぜひご覧ください。次お願いいたします。で河内先生も若手ですけどもバレット大好きですね。でもやっぱりですね数が少ない1000が26症例を対象としてご検討いただきました。いろいろなパターンがありそうですけどまだ残念ながら N が少ない。で彼は南米に2年間行かれるという話ですのでぜひ向こうでたくさんバレットを見て帰ってきていただきたいなと思います。次行ってください。で串間先生これが今回一番 N が多いです、64例です。それでリンパ節転移全体では 45% なんですけどちょっとびっくりなんですが粘膜内がんで 29%、でもですね7例しかないんですね。でこの論文のすごいのは全部オペ材料ですからこう極めて貴重なんですね。今やっぱり粘膜内がほとんど EMR ですので EMR、ESD ですからリンパ節転移率はっきり出せないんですが7分の2で転移があった。でこの2は全部 MM です。 MM というのは DMM です、ね、本来の筋板に達するとやはり転移が出てくる。その割にですね粘膜下層浸潤がんが 24% とここで逆転しているところがまたちょっと、やっぱり N が少ないせいだろうなと、こういう基礎に入っちゃうともう7割以上ということになります。次お願いいたします。で今度は臨床側からですが高木先生もう力作ですね。もう素晴らしい画像がいっぱい出てますのでぜひご覧ください。ただやはり平坦で横に広がるところはやっぱり厳しいかなという結果でした。次お願いいたします。で小池先生彼はバレット食道がんの通常観察でいかに拾い上げていくか、こういった炎症が強い中から拾い上げていくのは非常に難しいわけですが、多くがやはり、0から2次方向に出ていますよ。8割以上が赤いよ。この辺りを注意していきましょう。次お願いいたします。八木先生はですね、N が確かこれ8例でしたかね、やはり同じようにですね0から2次方向です。で酢酸を使いますとやっぱり赤く抜けて見えます。ちょっと時間を経つとこの酢酸ダイナミックケミカル法で、時間の因子を加えると境界診断ができるようになってくることがあるということですね。前例ではございませんが、次お願いいたします。で郷田先生これも N が書かれてはいませんでしたが、さまざまな症例の提示をしてくださいまして、IE を使った拾い上げのポイントに関してもたくさんの画像を使って解説していただきました。ぜひご覧ください。次お願いいたします。これは私どものデータですが30例36病変です。で欧米では隆起型が多いということですけど、確かに隆起型多いんですけどやっぱり1割は平坦緩和で、ごめんなさい、半分弱ですね、半分弱は平坦緩和があります。でやはりこの随伴 2B というのが実に 50% ございまして、これを通常観察では判断難しいけど拡大を併用するとほぼ完全に分かると。
それから問題の高速扁平上皮下進展ですね。これなかなか難しいんですけれども、まあ、症例を重ねていくと、まあ、厚みだとか扁平上皮の上に穴が開いているとかですね、扁平上皮越しに異常血管が透けて見える、このあたりはこれはもう気合と根性で見ていくしかないんですけど、まあ、なんとかなることもあると、最大10ミリ進展するというデータです。次お願いいたします。藤崎先生、これは12例ですね、最近の症例だけを対象とされまして、 NBI 拡大によってキャリバーバリエーション、これが非常に重要だと、そして組織学的にもかなり詳細に検討して対比をされています。次お願いいたします。播磨先生、21病変の超音波内視鏡ですね。でこれはですね、やはりなかなか組織学的にも SMM と DMM の判別って難しいところをですね、トライしていただいているんですけど、やはりここの超音波内視鏡での診断は難しいけど、まあ、SM にはっきり入っていけばこれははっきりと診断できるというデータでございます。次お願いいたします。で向井所先生はこれはまた違う観点から、組織発生という観点からご検討いただきました。で様々なこの画像も病理組織的な画像が載っていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。で次お願いします。で以上なんですけれども、やはりですね、数が少ない。でこの会場の中に若い先生たくさんいらっしゃると思いますけど、やっぱりね、ヨーロッパに行くといっぱいあるんですよ。で日本のバレットと違うのは UL 合併がいっぱいあります。で ASB がゴロゴロしてるわけでは決してなくて、 SSB が向こうでも多い。でご承知のようにアメリカはですね、向こうの医師免許を取らなきゃダメだけど、ヨーロッパは日本の医師免許を使える国たくさんありますので、ぜひ皆さんヨーロッパ行ってですね、自分の目で見てより多くの症例を集めて、もっとたくさんのデータで勉強したいなと思いますので、頑張っていきましょう。ではどうも以上です。ありがとうございました。